ここまで荒人族のちょっかいはなしか。にわかには信じがたいが。様子を見てきたよ。あの人たち、絶起島に乗り込んで切った張ったの大騒ぎ。宝物殿でなんだか妙なことが起きたようだけど、戦いは続いてるみたいだね。ベニコーラの連中もこりゃたまらんって感じでさ。帝国軍の命令に従って各地の監視をしていたやつまでみんな慌てて絶起島に戻ったみたいだ。ありゃあ後で上官に怒られるだろうな。あいつら本気でここら全域のベニコーラを引き受けちまったってわけか。で、どうするよ、棟梁。イサリ村を攻めるなら、またとない好機だ。あいつらとの約束もある。だが、所詮は口約束だしな。お前に決定を覆すつもりがないなら、それはそれだ。一応二番手を預かる身として言わせてもらうぞ。自分がドマ出身だってことを気にしてんなら、そいつは実につまらねえ杞憂だ。あの嬢ちゃんの言う通り、こいつはとっくに海賊衆の問題。仲間を奪還する中で仮にお前の過去の復讐が果たせたとて、咎めるやつなんざいねえさ。イサリ村は寂れているが、あの酒場で出される酒は悪くなかった。取り戻すか、そろそろ。下戸のくせによく言う。旅人たちにつなぎ止められた海賊衆の矜持、思い出せ。そして再び知らしめろ。俺たちは奪われるものではなく、この海の略奪者だ。思い上がった帝国の連中から同盟に、望むがまま一切合切を奪い尽くす。さあ略奪を始めるぞ。四つ湯様、こいつすげえ頑固だぞ。このまま続けてもオラが疲れるだけで喋るとは思えないぞ。そんなこと誰だって見りゃわかるよ。だからお前さんはデクノボーなのさ。あてもなく若様を探すよりはマシだと思って付き合ったけど、さすがに時間の無駄ってものだ。そろそろ幕引きにしようじゃないか。そいつらを並べて。豪雪が私の質問に黙るたび順番に殺しな。その者らに手を出そうとすれば、先に拙者が命を絶つ。
そういったの忘れてはござらんな。ああ、もちろん覚えてるからここまで付き合ったんだ。だけど、拉致が開かないんじゃ仕方がない。お前さんと民草の首を並べて、ヒエン様を誘うとするさ。そこは、お前ら海賊中か。こんなことしてただで済むと。海賊衆だって、お頭がラシャーさんが助けに来てくれたんだ。あいつらてっきりおじけづくと思ってたんだけどね。意地を通してもろとも死ぬ道を選んだわけか。ああ、愚かすぎて吐き気がする。でもそうね、それが望みなら後で報復してあげる。義理だの人情だのに毒されたちを一滴残らず絞り取ろうか。よつゆ様、ほら外の様子を見てくるの。天命は月のようだな。なのはいいけど、どんどん集まってきてキリがないね。ちゃんと鉱人族を引きつけられてる証拠でしょ。あの人だって戦ってるんだもの。私たちも粘るわよ。た、大変だ。スサノオ様がやられちまった。神退治をした人が出てくるぞ。あなた大丈夫？本当にスサノオを倒したの？さすがだね。大役お疲れ様。私も負けないように頑張る。海賊衆を立ち上がらせるまで何度でもやっちゃるよ。のろし？あっちってイサリ村の方角じゃない？じゃあ、もしかして…ええ、彼らが賭けに乗ってくれたみたいね。だとしたらこの場に長居は不要。撤退してイサリ村に向かうわよ。了解。だけどベニコーラのみんな行かせてくれるかな。騒がせて悪かったわね。謝るものでもないだろうし、あなたたちが帝国に着く以上これからも敵対することになると思う。だけど今日のところはこれ以上暴れ回るつもりはないわ。それを承知でなお道を塞ごうというのなら、全員まとめてかかってきなさい。Oh, my God.
賊しよってひるむな、奴らを捕まえろ。撤退しよう。そのためにアリゼンが頑張ってるんだ。あなたばっかりかっこいいんじゃずるいよな。
のろしは無事に見えたみたいだな。これでお前らが戻ってこなかったらさすがに寝覚めが悪いってもんだ。豪雪、それに二人も無事で本当によかった。捕まるのは慣れていると申したでござろう。この通りピンピンしておるわ。村の様子を見る限り帝国軍が去ってまだ間もないという感じだけど、状況はどうなの？連中は最初こそ抵抗していたものの、鉱人族の援軍が望めないと知るやあっさりと撤退した。おかげで大した被害もなく村を奪還できたのだが、妖露は取り逃がしてしまった。あの用心棒の男、頭は回らんようだが力は相当なものだ。お前らの筋書き通り、この一件は帝国の横暴に耐えかねた海賊衆の襲撃ってことになってる。反乱軍の一派と組んでるなんて今は思っちゃないだろうよ。だからまあ支度をしたらとっとと先に行っとけ。できる限りは帝国軍の目を引いといてやる。そうも迷いなく言われると不思議と成し遂げられる気がするものだ。お前たちにかけたのは間違いでなかったと信じている。協力してくれて本当にありがとう。あなたたちに危険が及ぶ前に手を打てるよう最善を尽くすわ。お、礼を言いたいのはこっちなんだがな。そいつはお互い無事に生き残ってからにするわ。せいぜい期待して朗報を待ってるぜ。ところでお前らはこれからどこに？ドマの解放を目指すとなるとやっぱりヤンサか。そのつもりでござる。かの地には今も拙者の仲間が潜んでいるはず。合流し次の手を講じるといたそう。ヤンサはドマ城を有する動乱の中心地。今回は幸いこの村を救うことができたが、あちらの集落は大方夜露の粛清を受けた後だ。敵はもちろん味方だと思っている奴にも気をつけろ。あの女が振りまく絶望は人を変える。じゃ、俺たちは仲間を連れて根城に帰るぜ。ああ、そろばんのやつも機会があればまた取引したいそうだ。それまで絶対に負けんじゃねえぞ。